んばんは、ポテトです。今日突然動画を投稿を始めたいと思います。私はインスタグラムで主に投稿をしてるんですけれど、結構ズボラな人間なのでちょっと空白期間があったんですけど、最近また仕事を忙しくて、逆に忙しいからこそノートを活用したいと思って、手帳がやっぱ好きな気持ちは変わらなかったので、また始めて効率化とか目指したり、ただ単に好きなものを詰め込んで息抜きとか、あと目の保養として始めてみました。で、机も新調して動画も一緒に心機一転で始めようと思って、喋るのも遅い人なんですけれど、ぜひお手すきの際に一緒に手帳ができたらなと思って今回しています。もしよかったら今後見ていってください。この前リフィルを作りました。こういう感じでラミネートして作ったんですけど、前のリフィルを見せるとこんな感じで、ただのペラペラでしたけど、ダイソーのラミネート使うだけでこんな感じにすぐパリパリってつけたり外したりできる利点があって、今までは4年前作ったやつなんですけど、今まではわざわざ開けないとダメだったんで、もうちょっと今回はまた気分変わったら変えようと思ってラミネートしてみました。私はバイブルサイズなんですけど、絶対に合っていないこの B6 買いました。今回は B6 を、多分ミニ6だったらこの半分でいけるんじゃないかなって思います。バイブルなので普通にすごい余りました。無駄にしちゃったんですけど、でも6枚入ってるんでいいかなと思います。で、他の作ったルフィルがこれです。これは裏がまだやってないんで力尽きちゃってまだやってないんですけど、ウィッシュリスト、なんか海外だとウィッシュリスト、お買い物リストみたいなんですよね。私は今までの概念だとウィッシュリストって願い事だと思ってたんですけど、調べたらお買い物リストとのことだったのでウィッシュリスト作りました。で、これは付箋で貼っていて外せるようになっています。で、文字は弾いちゃうんですよね、ボールペンだから、マッキーで書きました。これダイソーで買ったマッキーです。で、欲しいもの貼って、買ったらまあその日の手帳に貼ったりしようかなと思ってます。その日の手帳っていうか、その日の日記に貼ろうかなって思ってます。例えばこういう感じで日記書いてたとしたら、まあこういうところにこれ買ったよみたいな感じで貼ろうかなって思ってます。で、今回はカレンダー、9月のカレンダーを作ったんですけど、すごいミスをしてしまいました。私はせっかくここまでやり遂げたっていうか、自分の好きな感じにできたのに、さあ書き込もうと思ったら、見てください、2024年でした。だから全然日にちと曜日が合ってなくて、2023年ですよね今、合ってなくて書き込めなくて、また最初からになってしまいました。これは、Pinterest で無料カレンダーとかで調べて、無料カレンダーリフィルとかで調べて出たんですけど、
今回はこれちょっとお蔵入りになりました。また1年後使いたいと思います。だから今日はカレンダーを作ろうと思って、また新しく、もうもはや違うもの、違うデザインのものを印刷してきました。ちょっとショックですね。これが私のおすすめのハサミです。多分ダイソーだったと思うんですけど、これすっごい切れ味が良くて、テープ、ちょっとついちゃってるけど使いすぎて、テープを切ってもベタつかないし、でちょっと分厚いの切ると切れ味がなくなっちゃうと思うんですけど、すごい切れ味がずっと続く神のハサミなんですけど、これは家に2個持ってます。これを使って切りたいと思います。どんなものになるのかはもう私も分かりません。ちょっとこれをリフィールちょっと待ってください。何にももう無計画なんで、私はって思ったんですよね。ちょっと待ってください。これもまあブルーなんで水色でやってるか、水色でやります。これゴミ箱です。別のゴミ箱です。ゴミ箱っていうか本当はコップなんですけど、ゴミ箱にしてるだけです。ちょっとずれちゃった。まあ、気にしない。気にしません。ポジティブに変換すると、今回のカレンダーの方が結構可愛いなって思ったんで、いいかなと思います。ただこの穴に重なっちゃってんな、どうしようかな。大きさちょっとミスりましたね。けどここで切っちゃおうかな。ちょっとずれちゃったし、まあ、何したっていいんですよ、自分のね、自分のカレンダーだから。
黙々とマンスリーカレンダーの作成が終わりました。今回夏っぽいサングラスとこのうさちゃん、色味合わせたうさちゃんを使ってカレンダーにしました。なんかマンスリーカレンダーって皆さん何を書いてますか？私は何も考えず作ってしまったんですけど、何を書こうかなとちょっと考えて活用したいと思います。今日12日でもうあと半月だけれど、なんか何かに活用して使いたいと思います。最後にここに閉じて終わりたいと思います。どうしようかな、ここちょっとこっちかな、ここを残そう。よいしょ、こんな感じで。皆さんは2023年と2024年どっち派でしょうか？私的にこっちに力を入れてしまいました。でももうこれもこれで受け入れてこれを使いたいと思います。ここはなんかこれに合った感じで作るかどうしようかなと考えます。最後にあの私のワクワクログっていうのがあるんですけど、ワクワクログに記入して終わりたいと思います。今日火曜日、このやつっていうか、これなんて、ウィークリープランナーはタラサのブラウンのペンを使って記入してます。月か火曜日、今日は何かな、コーヒー飲んだこと、コーヒー大好きなんでね。海外で購入した今使ってるこの台みたいなのが実はもう使ってすぐに壊れちゃいました。悲しいログになっちゃうんで、喋るのも疲れてきたので寝ます。おやすみなさい。書きました。じゃあおやすみなさい。